アゴラジオ、お相手は私アゴラ編集長の新田哲司と宇佐美のりやと、そして今日はもう一人、スペシャルゲストです。池田信夫です。よろしくお願いします。今日はですね、平成最後の忘年会ということで、実はちょっと例年この時期池田邸で撮ってるんですけど、いやすごい豪邸ですね。相変わらずですね、豪邸。やっぱこうやって入り口入ってから家着くまで3分ぐらいかかる。すごい庭で、いやもう密室会も何人ぐらい。いやもうね、ちょっとびっくりしましたね。相変わらずここでまたここでやるとちょっとね、年末を感じるところですけど、まあだってもうアゴラ連日ですね、ちょっともうこの年末スペシャルに合わせるかのようにゴーン事件が盛り上がってるんですけど、ちょっとゴーン事件の話が来ております。よろしいですか。ゴーン氏の件はどうなっていくのでしょうか。確かに支払いの約束を報酬として見なすのは一寸無理がある気がします。テレビメディアは推定無罪の原則を無視して報道してますが、判断は視聴者がするので事実のみを報道してほしいなと感じてます。まあ推定無罪なんてのはもうなんか全然関係ないみたいな感じになっちゃってるんですけど、そういえばここ最近この収録日の時点でもうなんかなんだかよく分かんない展開になってますね。なんかやっぱりちょっとね、基本的な事実関係揺れてますよね。で常識には東京地検特捜部はそんな適当なことであんなね強制捜査、しかも世界的に著名な経営者になることでやることはまあないだろうと、僕もね最初は常識に考えて、それはやっぱり、ね、日産のね部内調査も半年ぐらいやったっていうから、相当しっかりした根拠があっただろうと思ってたんだけど、もうその後のいろいろねマスコミに通じて僕らに出てくる情報を見てると、それほど絶対でもないかなと。でまあこれはマスコミの立場としてはね、いっぺんああいうふうに強制調査、強制捜査を受けると、まあ有罪になるという前提の報道になっちゃうのは日本のねマスコミとしてはやむを得ないとこはあって、NHK 含めてねそういう論調になっちゃってるのはちょっと、まあそれはしょうがないかなっていう面はあるんだけど、それ以前にそもそもの事実関係はかなりあやふやな印象がありますよね。普通はかなりはっきりしたものが出てくるはずなんだけど、今回は有価証券報告書の虚偽記載っていうね、それ自体がやや別件逮捕的なことで入って、それならじゃあね本件はなんかここにあるのかなと思って、まあ常識にはそれは脱税だっていうふうにみんな思ったんだけど、ところがねここ数日のこのとかこの収録日の今日の報道でよると再逮捕の容疑もなんか、なんか同じなんですよね。あれ脱税で再逮捕するんじゃないかなって僕も、他の人も思ったんだけど、どうもそれができてないと。そうするとね、有価証券報告書の虚偽記載っていうだけであれだけのね、大胆な強制捜査をやることが常識的にはちょっとおかしいなってっていう感じはするんですよね。で、まあ、最初あれはまあ朝日新聞がね同行取材してしたりして、朝日新聞がまあかなり正確な情報を出してる、検察側の情報を出してると思うんだけど、その情報によると、まあ要するにそのゴーンさんの方もこう虚偽だっていう認識があってやってたというふうにね最初は報道されたんだけど、ちょっとね日本 の事件と違うのはね、容疑者の側が結構ペラペラ喋るんですね。あ確かに。その話が出てきて、でゴーンさんもケリーさんっていうねその部下も、いや我々にはそういう認識はなかったと、その金融庁からも OK もらったとかね、その金融庁から OK もらったらそれは虚偽記載成り立たないでしょうと。でところがまたね最近こう 2,3 日またそれがひっくり返ったりして、そもそも基本的な事実関係よく分かんないから、まあさっきのワイドショーとかねなんかはある意味でそれは有罪だっていう想定で話しないと持たないからね、そうせざるを得ないってところあるんだけど、アゴラとしてはそもそもの基本的な事実関係はっきりしてない段階であんまりね
そういうこう無茶なことを言わないで、まず基本的にこの事実関係何だったのか、うん、それからその背景にどういう文脈がね、そのグローバル経営とかね、うん、そういう文脈があるのかっていうことを議論しなきゃいけないなっていうふうに僕は思ってます。反面、あのアゴロで盛り上がってるこのお二人ですが、話が来てます。今回は八幡さんと郷原さんがなぜかベクトルがしっかりあってタッグを組み、うん、対して早川さんが相変わらずの気のいいじいさんぶりを発揮して、感覚や気分だけで八幡さんを批判しちゃったもんだからバトル勃発ということで、ちょっとあれですけど、まあ、あの今回は八幡さんはやっぱフランス通ですから、フランスの視点から見ての、ね、批判してて、郷原さんは、まあ、やっぱり、一連の特捜部の捜査としてどうだったのかと、まあ、ちょっと事実関係が固まってないとはいえ、まあ、それなりに説得力のある論考が出てきて、あの結構非常に反響はあるんですけど、宇佐美さんなんかどうですか？なんかでも、なんか郷原さんの時代と検察が変わってるんで、うん、なんかあの一回なんか村木さんの事件の時にやらかして、うんうん、そうですね。それで基本的に要件を満たしたら、あの刑事告発受け入れるっていう、そういう風になってるという風に、うん、まあ検察 OB から聞いてるんで、うんうんうん、なんでまあなんていうんですかね、そんなにこうかつての巨悪を打つみたいな、そういう組織でもなくなってるっていうことだから、うん、まあ要件揃ってたからやるかっていうようなところで動いてんじゃないのかなっていう気がするんですけどね。反面これ思ったんですけど、これ小林さんの指摘確かにそうだなと思ったら、まあやっぱり取締役会でね、一度もこの不正の追及も何にもなくて、いきなりね刑事事件に持ち込んだっていうのは、これ池田さんどうですか、この、うん、僕はね、手続き論的には小原さんのおっしゃることはね、その通りだなっていう感じはするんですよね、うんうん、っていうのはやっぱりね、これその容疑としてその金融証券取引法違反っていうことになってるわけだけど、これはまあ常識的にはそれほどね、すごく重大な犯罪とは考えられてないわけですよね、うん、そのまあいわゆる粉飾決算とかね、うん、そういうことになるともうそれこそ何千億円のね粉飾とかなったら大変なことだけど、うん、今回そういう意味では桁がねそんなに大きくないわけ、たかだか80億円とかその程度の話でしょ。そうすると日産の株主から見た場合に、これが虚偽記載だとしても、うんうん、それが日産の企業価値にどれだけ影響を及ぼすのかという実質的な影響という点ではかなり疑わしい面があると。この程度のことでいきなりね、うん、その逮捕とか家宅捜索っていうそういうことをやることが手続き論的にね、うん、あの今まで前例もないわけで正しいのかっていうのは、僕はねそれは郷原さんのおっしゃることは手続き論としてはその通りだと思うんだけど、うんうん、常識がだからこそ裏にはもっとすごいことがあると思うわけ よ、ね、いやそうですよね、うん、だからいやこれだけだからやっぱりね、普通そのいきなり刑事事件にする前にやっぱり所定のねとかなんでやらなかったのかね、やっぱそれだけじゃあよほどすごい話があるのかなっていうね。でもなんかこの手法を仮に認めたら、うん、なんかこうまあ、なんかこう報酬先送りして退職後にシンガポールで受け取るとかできちゃうわけだから、まあなんかこうそういう手法、こういう手法を根絶やしにしなきゃいけないみたいないう意味では理解できますけどね。だってまあこれみんなやり始めたらなんでしょうね、こう日本が税金取れなくなっちゃいますよね。ただね、まあこれもう手続き論として難しいとこは、要するに10億円を現金でもらって残りの10億円をいわば退職金みたいな形で将来の報酬として約束したということになってるわけでしょ、うん、でこれ両方 の意見が違うから事実ははっきりしないんだけども、検察側の意見としてはこれはもう確定した約束だっていうことになってるわけよね、うん、ところがそのゴーン・ケリーっていう当事者の話によると、これは確定してないっていうわけですよ、うんでしかも帳簿上はこれどこにも計上してないわけ、完全に妨害だってことになってるわけ、うん、そうするとね、普通の企業会計の常識でいうと完全にその妨害でその80億円も約束してたとしても、それ実際に払う段階ではもう一遍それ社内的な手続き必要になるでしょう、普通は。そうするとね、
これはその確定した報酬なのかっていうところには争いがあるんじゃないかということが一つ、それからもう一つはね、この手の場合、僕もね、昔この手の事件いろいろ、取材したことあるんだけど、一番大きいのはね、故意かどうかってことなんですよ、ね、つまりこれ嘘だと分かってそういうことにやったのか、手続き論的には当局の、ね、了解を得てやったんだけど、結果的には当局の見解が違ってたっていう話なのかっていうのは大きく違ってて、今回はその少なくとも被疑者の側はこれは当局の了解を得たっていうふうに主張してる、主張したわけよ。でね、当局が本当に当時了解したとするとね、これはね、今の段階でそれをね、犯罪として立件するのはかなり難しいと思うんだけどね。今回のこのね、両者の対立見てるとなんか刑事事件っぽくないというか、もうなんか民事裁判的な感じだからね、わざわざ逮捕してこんな拘留してまでね、本当ミニチックな、ね、争いでね、ここまでやる必要あったのかな、ね、いやでも要件揃ってたら刑事告発するべきだと思いますけどね、そういうふうに一応改革したんだし、でまあでも なんつうんですかね、これで、まあ、疑わしくても流すっていうのは、まあ、それはそれでまた問題ある気がするんですよね。逆に言うとね、検察に日産がこれを売り込んできた、売り込んできたって言葉はよくないけど、日産がね、この話を持ち込んだとすると、検察がこの話をなかったことにするのは難しいっていう可能性もある。まあそうね。それから逆に検察がどっかから情報を仕入れて、日産にこれどうなってんのと言われた場合に、日産の今の才川社長が、それ大丈夫ですと言いにくいという面もあると思うんですよね、そういう意味ではこれを刑事事件にしたことはある意味ではしょうがない面もあると思うんだけど、ここまでね、こうドラマティックな形でやる必要があったのかっていうのはちょっと今の段階では分かんないところね、そう、形式はそうですね、ただなんかね、もう金融、日産のその ゴーン社長ゴーン会長か、前会長が言ってるような、金融庁もこれをそうだと言ったんだみたいな、それはちょっと常識的にそんなことありえるのかと思いますけどね、そういや役人の個別の案件に関してこれで OK ですなんて言わない、それはちょっと翻ってますよね、そうですか、だからそれはケリーが金融庁の OK もらったっていうふうに言ってるわけだけど、常識にそれはちょっとないんじゃないのっていう感じでしたよね。でそれは最近は話が変わってきて、ゴーンはサインしてないっていうし、ケリーは私は代表権なかったから権限なかったんだっていう話になっちゃってるでしょ、そこはね、やや被疑者の側に問題もあるかなと。ただしその岩田さんなんかがね問題してるのは、日産側の社内政治的にね、かなり無理して今の段階で、やったかなっていう側面もありますね、まあ、本当その辺がちょっと、まあ、明らかに手続き的に荒くやってるのは間違いないですね、だからまあこの辺りは本当に今後またおそらく10日が勾留期限で再逮捕するんじゃないかということなので、またこの前後でいろいろと新たな動きが出てくると思いますので、また引き続き多分年も越すと思うので、結構これでいろいろとまた新たな展開を追っかけていきたいと思います。最後にちょっと緩いネタですが、ポケベル、ポケベルがサービス終了。学生時代によく使ったな、社会人になった時には携帯が普及し始めていたので子供のおもちゃというイメージだった。でもあれがビジネスのメインストリームで使われていた時代もあった。そのうちスマホも使われなくなるんだろうかと。で多分池田さん NHK だときとか、まあ、僕も記者時代やったんですけど、呼び出しでポケベル、全然嫌だったよねあれ。いやうるさかったですあれ。僕の時代はちょうど端境期でまさに携帯2000、僕2000年読み入った時は、まあ携帯がやっと普及し始めた時期で、っていう感じだったんだけど、まあ、まだまだポケベル文化の時代で、ね、あれでしたけど、やっぱ世代の違いですよね、僕もポケベル経験者ですけど、合コンツールでしたからね。だからもう
ちょっと休み時間の間に学校のその公衆電話に行って100円でガガーって打つみたいな。あ、いや打つの前早いやつがいましたよね、あの変換が頭の中で。まあ、僕の時代も、僕も学生時代に携帯普及し始めてたから、もうポケベルなんてのは、あ、これがポケベルで、あ、まだ仕事使ってんだ、新聞社みたいな感じでしたけど。もう広末涼子の時代だったじゃないですか。ああ、はいはい、はい。新田さんが、僕って何歳差でしたっけ？6歳差か。6歳差か。あ、6年違うと、あれだ。高校丸々1個分ですね。僕らの時代はもう広末涼子で、うん、ものすごい流行りましたからね、高校時代に。中学3年ぐらいか。なるほど。いや、いい思い出ですよ。先生ポケベル、逆に言うとよく今まで存在してたよねっていう感じで、まだ1500人ぐらいサービスね、なんでびっくりしました、まだやってたんだと思いましたね。いや僕はね、そのこれ実はね、ポケベルっていうのはね結構電波行政的には面白いもんだって。ポケベルってね、あれはそれなりにこう周波数、それあの各地域で持ってるわけですよ。そうですよね、ね、うん、そうするとね、要するにドコモとか KDDI とかね、うん、そういうとこがこの携帯電話の周波数を取るときに、うん、その総務省に免許を申請するともうとんでもない手間暇かかるから、うんうん、何が一番簡単かというと、ポケル分の会社を買収するんですよ。ああ、ね、はい、確かにやってます、ね、実はね、だから、うんうん、あのオフィシャルなあの数字見てみれば分かると思う、ね、ドコモも KDDI もソフトバンクもね、うん、彼らが何メガヘルツ持ってるかっていう正式な数字ないわけ、うん、ね、つまり例えば NTT ドコモ本体がその、まあ、50メガヘルツ持ってるんだけど、うん、実は彼らの買収した地方のポケベル会社の持ってる周波数で携帯電話の通信を実はやってるわけ。ああ、そうなんだ、うん、そういう意味ではね、ある意味でこう電波行政の闇の部分っていうのがあるね。だから今のポケベル会社がここまで存在してきたのは明らかにポケベルサービスの収益じゃないわけです。ああ、なるほど、なるほど、そういうことなんですね。そういうことか、うん、本当にあの確かにそうですよね、まあ、ポケベル使った当時は電波行政がどうとか全く興味なかった全くそんなものがあるのかも全然感じなかったんですけど、まあ言われてみるとでも本当にそうか、これだけなんですいいってやりはそういうことなんですね。難しいな本当。なんで、まあ、あのアゴラジオ今年も本当に皆さんお世話になりました。あの来年もあのおそらく、年明け早々また大きな時期あると思いますし、あの来年は何といっても言語が変わりますので。ああ、そうだ、ね、これはし、あとはおかげさまでアゴラも10周年を迎えますので、あのまたいろいろと企画も展開していくと思います。まあ、すでにあのもうアゴラあの、ページには出てますが、あの1月には、例年の新年会を掲げして、あの10周年記念でまだちょっと数席残っていると思うんですけど、ちょっとオンエアされる頃にはもう埋まっちゃってんじゃないかというぐらい、おかげさまでちょっと反響がよろしいようです。ということで、アゴラジオ、お相手は私、アゴラ編集長の新田哲司と宇佐美のりやと健太郎でした。どうもありがとうございました。じゃあ皆さん良いお年を。良いお年を。